今日の間だけは車でやった。親しい侍を一人つけて、あくまでも秘密のうちに目のとは送られたのである。守り刀用の姫君のもの、若い母親への多くの贈り物などが目のとに託されたのであった。目のとにも十分の金品が支給されてあった。源氏は入道がどんなに孫を大事がっていることであろうと、いろいろな場合を想像すると微笑がされた。母になった恋人も哀れに思いやられた。この頃の源氏の心は明石の裏へ傾き尽くしていた。手紙にも姫君おそりゃく似せぬようにと繰り返し繰り返し戒めてあった。いつしかも袖内かけん乙女子が夜を経てなでん岩の追い先。こんな歌も送ったのである。摂津の国境までは船で、それからは馬に乗って、目のとは明石へ着いた。入道は非常に喜んで、この一行を受け取った。感激して、京の方を拝んだほどである。そして、いよいよ姫君は尊いものに思われた。恐ろしいほど大切なものに思われた。目のとが小さい姫君の美しい顔を見て、聡明な源氏が将来を思って大事にするのであると言ったことは、もっともなことであると思った。来る途中で心細いように恐ろしいように思った旅の苦痛などもこれによって忘れてしまうことができた。非常に可愛らしく思って目のとは幼い姫君を扱った。若い母はいくつきかの連続した物思いのために衰弱した体で出産をして、なお命が続くものとも思っていなかったが、この時に見せられた源氏の姿勢にはおのずから慰められて力もついていくようであった。
送ってきた侍に対しても、入道は心を込めた歓待をした。あまりに丁寧な待遇に、侍は困って、こちらのご様子を聞こうと、お待ちになっていらっしゃるでしょうから、早く帰郷いたしませんと、とも言うのであった。明石の君は感想を少し書いて、一人してなずるは袖のほどなきに、覆うばかりの影をしぞ待つと歌も添えてきた。怪しいほど源氏は明石の子が心にかかった、見たくてならぬ気がした。夫人には明石の話をあまりしないのであるが、他から聞こえてきて不快にさせてはと思って、源氏は明石の君の出産の話をした。人生は意地の悪いものですね。そうありたいと思うあなたにはできそうでなくて、そんなところに子が生まれるなどとは。しかも女の子ができたのだからね、悲観してしまう。売っちゃっておいてもいいのだけれど、そうもできないことでね。親であってみればね、京へ呼び寄せてあなたに見せてあげましょう。憎んではいけませんよ。いつも私がそんな女であるとしてあなたに言われるかと思うと、私自身も嫌になりますけれど、女が恨みやすい性質になるのはこんなことばかりがあるからなのでしょうと女王は恨んだ。そう、誰がそんな習慣をつけたのだろう。あなたは実際私の心持ちをわかろうとしてくれない。私の思っていないことを忖度して恨んでいるから、私としては悲しくなる。と言っているうちに、源氏は涙ぐんでしまった。別居時代のことを思い出していた源氏は、明石の女のことなどは、それに比べて
命のある恋愛でもないと思われた。子供に私が大騒ぎをして使いを出したりしているのも考えがあるからですよ。今から話せばまた悪くあなたが取るから。と、その話を続けずに、優れた女のように思ったのは場所のせいだったと思われる。とにかく平凡でない珍しい存在だと思いましたよ。などと、この母について語った。別れの夕べに、前の空を流れた塩焼きの煙のこと、女の言った言葉、本当よりも控えめな女の要望の批評、名手らしいことの引きようなどを忘れられぬ風に、源氏の語るのを聞いている女王は、その時代に、自分は一人でどんなに寂しい思いをしていたことであろう。仮にもせよ、夫は心を人に分けていた時代に、と思うと恨めしくて、明石の人のために、短足をしている夫は、夫であるというふうに横を向いて、どんなに私は悲しかったろう。短足しながら、独り言のようにこう言ってから、思うどち、なびく肩にはあらずとも、我ぞ煙に、先立ちなまし。何ですって？情けないじゃありませんか。誰により、よう海山に行きめぐり、絶えぬ涙に浮き沈む溝。そうまで誤解されては、私はもう死にたくなる。つまらぬことで、人の感情を害したくないと思うのも、ただ一つの私の願いの、あなたと長く幸福でいたいためじゃないのですか。源氏は13弦の書き合わせをして、比企と女王に勧めるのであるが、名手だと思ったと源氏に言われている人が、妬ましいか、手も触れようとしない。応用で美しく、柔らかい気持ちの女性であるが、さすがに嫉妬はして、恨むことも、腹を立てることもあるのが、一層複雑な美しさを添えて、この人をより引き立てて見せることだと、源氏は思っていた。
5月の5日がイカの祝いにあたるであろうと源氏は人知れず数えていて、その式が思いやられ、その子が恋しくてならないのであった。紫の女王に生まれた子であったなら、どんなに華やかにそれらの式を自分は行ってやったことであろうと残念である。あの田舎で父のいぬ場所で生まれるとは哀れなものであると思っていた。男の子であれば源氏もこうまでこの事実に苦しまなかったであろうが、妃の望みを持ってよい女の子にこの引け目をつけておくことが耐えられないように思われて、自分の運はこの一点で完全でないとさえ思った。以下のために源氏は明石へ使いを出した。ぜひ当日に着くようにしていけと源氏に命ぜられてあった使いは、5日に明石へ着いた。華奢な祝い品の数々のほかには実用品も多く添えて源氏は送ったのである。松や時ぞともなき影にいて、何のあやめもいかにわくらん。体から魂が抜けてしまうほど恋しく思います。私はこの苦しみに耐えられないと思う。ぜひ京へ出てくることにしてください。こちらであなたに不愉快な思いをさせることは断じてない、という手紙であった。入道は例のように感激して泣いていた。源氏の出立の日の泣き顔とは違った泣き顔である。明石でも式の用意は派手にしてあった。見て報告をする使いが来なかったなら、それがどんなに晴れをしなかったことだろうと思われた。目のとも、明石の君の優しい気質に馴染んで、良い友人を得た気になって、今日のことは思わずに暮らしていた。入道の身分に近いほどの家の娘もここに来て女房勤めをしているようなのが幾人かはあるが、それがどうかといえば、今日の宮仕えにすり尽くされたような年配の者が生活の苦から逃れるために田舎下りをしたのが多いのに、この乳母とは
まだ娘らしくて、しかも思い上がった心を持っていて、自身の見た今日を語り、宮廷を語り、心身の家の内部の派手な様子を語って聞かせることができた。源氏の大臣がどれほど社会から重んぜられているかということも、女心にしたいだけの誇張もして始終話した。メノとの話からその人が別れた後の今日までも好意を寄せて、また自分の産んだ子を愛してくれているのは幸福でなくて何であろうと、明石の君はようやくこの頃になって思うようになった。メノとは源氏の手紙を一緒に読んでいて、人間にはこんなに意外な幸運を持っている人もあるのである、惨めなのは自分だけであると悲しまれたが、メノとはどうしているかということも奥に書かれてあって、源氏が自分に関心を持っていることを知ることができたので満足した。返事は数ならぬ三島隠れに泣くたずを、今日もいかにと問う人ぞなき、いろいろに物思いをいたしながら、たまさかのお便りを命にしておりますのも、はかない私でございます。仰せのように、子供の将来に光明を認めとうございます。というので、信頼した心持ちが現れていた。何度も同じ手紙を見返しながら、かわいそうだ、と長く声を引いて、独り言を言っているのを、夫人は横目に眺めて、裏より当地に漕ぐ船の、かっこ、我おばよそに隔てつるかな、かっこ閉じる、と低く言って、物思わしそうにしていた。そんなにあなたに悪く思われるようにまで、私はこの人を愛しているのではない。それはただ、それだけの恋ですよ。そこの風景が目に浮かんできたりする時々に、私は当時の気持ちになってね、つい短足が口から出るのですよ。何でも気にするのですね、などと恨みを言いながら、
上包みに書かれた手紙の字だけを夫人に見せた。品の良い酒席で、騎乗も恥ずかしいほどなどのを見て、夫人はこうだからであると思った。こんなふうに紫の女王の機嫌を取ることにばかり追われて、花散る里を訪ねる夜も、源氏の作られないのは女のためにかわいそうなことである。この頃は公務も忙しい源氏であった。外出に従者も多く従えて、出ねばならぬ身分の窮屈さもある上に、花散る里、その人が際立つ刺激も与えぬ人であることを知っている源氏は、今日会わねば、と心の湧き立つこともないのであった。さみだれの頃は、源氏もつれづれを覚えたし、ちょうど公務も暇であったので、思い立ってその人のところへ行った。訪ねてはいかないまでも、源氏はこの一家の生活を保護することを怠っていなかったのである。それに頼っている人は、恨むことがあっても、ただ自らの薄命を嘆く程度のものであったから、源氏は気楽に見えた。何年かのうちに屋敷内はいよいよ荒れて、すごいような広い住まいであった。姉の女子のところで話をしてから、夜が更けた後で西のつま戸をたたいた。おぼろな月の差し込む戸口から変な姿で源氏は入ってきた。美しい源氏と月の差すところに出ていることは恥ずかしかったが、はじめから花散る里はそこに出ていたので、そのままいた。この態度が源氏の気持ちを楽にした。クイナが近くにいて泣くのを聞いて、クイナだに驚かさずばいかにして、荒れたる宿に月を入れまし、懐かしい調子で言うともなく、こういう女が感じよく源氏に思われた。どの人にも
自身を引く力のあるのを知って、源氏は苦しかった。おしなべて、叩くクイナに驚かば、上の空なる月もこそ入れ、私は安心していられない、とは言っていたが、それは、言葉のたわむれであって、源氏は、低粛な花散る里を信じきっている。何に動揺することもなく、長く留守の間を、静かに待っていてくれた人を、源氏は、おろそかには思っていなかった。当分、悲しくならないがために、空は眺めないで暮らすように、と、行く前に、源氏が言った夜のことなどを思い出して言うのであった。なぜあの時に私は非常に悲しいことだと思ったのでしょう。私などはあなたに幸福の帰ってきた今だってもやはり寂しいのでしたのに、と恨みもなしに応用に言っているのが可憐であった。例のように源氏は言葉を尽くして女を慰めていた。平勢どうしまってあったこの人の熱情かと思われるようである。こんな機会がまた作られたならば、第二の御節に会いたいと源氏は願っていたが、御節の訪問も実現が難しいと見なければならない。女は源氏を忘れることができないで、物思いの多い日を送っていて、親が心配して、かれこれと進める結婚話には取り合わずに、人並みの女の幸福などはいらないと思っていた。源氏は、東の院は、本邸でなく、そんな人たちを集めて住まわせようと建築させているのであったから、もし、理想通りに貸し付き、娘ができてくることがあったら、顧問閣の女として、妻女の御節などは必要な人物であると、源氏は思っていた。東の院は面白い設計で建てられているのである。近代的な生活に適するような明るい家である。
地方間の中の良い趣味を持つ一人一人に電車を割り当てにして作らせていた。源氏は今も内子の神を恋しく思っていた。懲りたことのない人のようにまた危ないこともしかねないほど熱心になっているが、環境のために恋には奔放な力を見せた女もつつましくなっていて、昔のように源氏の誘惑に反響を見せるようなこともない。源氏は自身の地位ができて世の中が窮屈になり、冷たいものになり、物足りなくなったと感じていた。院はのんきにおなり遊ばされて、よくお好きの音楽の会などを遊ばして、風流に暮らしておいでになった。女子も行為も、御在位の時のままに辞しているが、東宮の母君の女子だけは、以前取り立てて、寵愛があったというのではなく、内子の神に蹴落された高級の一人に過ぎなかったが、思いがけぬ幸運に恵まれた結果になって、一人だけ離れて、御所の中の東宮の御在所に辞しているのである。源氏の現在の殿井どころも、やはり昔の切り壺であって、なし壺に東宮は住んでおいでになるのであったから、ご近所であるために、源氏はその御殿とお親しくして、自然東宮のご貢献もするようになった。入道の宮をまた新たに御母校の位に遊ばすことは無理であったから、太上天皇に準じて女院に遊ばされた。報告が決まり、院の司の任命があって、これはまた一段立ち勝ったご立派なお身の上と見えた。仏法に関係した善行功徳をお営みになることを天職のようにおぼしめして精霊しておいでになった。長い間御所への出入りもご遠慮しておいでになったが、今はそうでなく自由なお気持ちで宮中へお入りになり、
お出になり遊ばすのであった。皇太后は人生を恨んでおいでになった。何かの場合に源氏はこの方にも好意のある計らいをして敬意を表してきた。太后としてはおつらいことであろうとささやくものが多かった。兵部卿親王は源氏の官位剥奪時代に冷淡な態度をお見せになって、ただ世間の聞こえばかりをはばかって、御娘に対しても何らの保護をお与えにならなかったことで、当時の源氏は恨めしい思いをさせられて、もう昔のように親しいご交際はしていなかった。一般の人にはあまねく慈悲を分かとうとする人であったが、兵部卿の宮一家だけにはやや復讐的な扱いをするのを入道の宮は苦しくおぼしめされた。現代には二つの大きな勢力があって、一つは太政大臣、一つは源氏の内大臣がそれで、この二人の意思で何事も断ぜられ、何事も決せられるのであった。権中納言の娘がその年の8月に後宮へ入った。すべての世話は祖父の大臣がしていて華やかな支度であった。兵部卿親王も第二の姫君を後宮へ入れる希望を持っておいでになって大事にお菓子好きになる評判のあるのを源氏はその姫君に光栄あれとも思われないのであった。源氏はまた、どんな人を後宮へ推薦しようとしているか、それはわからない。
この秋に源氏は住吉詣をした。妻明石で建てた願を神へ果たすためであって、非常に大がかりな旅になった。定臣たちが我も我もと随行を望んだちょうどこの日であった。明石の君が毎年の例で参詣するのを去年もこの春も障りがあって果たすことのできなかった謝罪も兼ねて船で住吉へ来た。海岸の方へ寄っていくと、華美な参詣の行列が寄進する神宝を運び続けてくるのが見えた。楽人どつらの者もきれいな男を選んであった。どなたのご参詣なのですかと船の者がおかえ聞くと、おや内大臣様の御願果たしのご参詣を知らない人もあるね。友男階級の者もこう得意そうに言う。なんとした偶然であろう。他の月日もないようにと明石の君は驚いたが、はるかに恋人の華々しさを見てはあまりに見格のありすぎる我が身の上であることを痛切に知って悲しんだ。さすがによそながら巡り合うだけの宿命につながれていることはわかるのであったが、笑っていった侍さえ幸福に輝いて見える日に、在庄の深い自分は何も知らずに来て恥ずかしい思いをするのであろうと思い続けると悲しくばかりなった。深い縁の松原の中に花もみじが巻かれたように見えるのは頬のいろいろであった。赤い頬は5位、浅木は6位であるが、同じ6位もクロードは青色で目に立った。カモの神を恨んだ右近の城は湯気絵になって随身を連れた派手なクロードになってきていた。吉清も湯気絵の助になって華やかな赤い宝の一人であった。
かしに来ていた人たちが、昔の面影とは違った華やかな姿で人々の中に混じっているのが船から見られた。若い剣官たち、天井役人が競うように凝った姿をして、馬や蔵にまで貨車を尽くしている一行は、田舎の見物人の目を楽しませた。源氏の乗った車が来たとき、明石の君は決まり悪さに恋しい人を覗くことができなかった。河原の左大臣の霊で同業の議場の人を源氏は賜っているのである。それらは美しく装っていて、髪は分けて二つの輪の水らを紫のぼかしの元結いでくくった十人は、背丈も揃った美しい子供である。近年はあまり許されるもののない珍しい随身であった。大臣家で生まれた若君は、馬に乗せられて、一般ずつお揃えの衣装にした、幾半かの馬添いわらわがつけられている。最高の貴族の子供というものは、こうしたものであるというように、多数の人から、大事に扱われて通っていくのを見たとき、明石の君は、自分の子も兄弟でいながら、見る影もなく扱われていると、悲しかった。いよいよ宮代に向いて、このために念じていた。摂津の神が出てきて、一行を供応した。普通の大臣の産経を扱うのとは、おのずから違ったことになるのは、言うまでもない。明石の君は、ますます自分が惨めに見えた。こんな時に自分などが貧弱な御手蔵を差し上げても神様も目にとどめにならぬだろうし帰ってしまうこともできない。今日は何輪の方に船を回してそこで払いでもする方がよいと思って明石の君の乗った船は、そっと、住吉を去った。
こんなことを源氏は夢にも知らないでいた。夜通しいろいろの音楽舞楽を広前に催して、神の喜びたもうようなことをし尽くした。過去の癌に神へ訳してあった以上のことを源氏は行ったのである。これ光などという源氏と神君を共にした人たちは、この住吉の神の徳を偉大なものと感じていた。ちょっと外へ源氏の出てきた時に、これ光が言った。住吉の待つこそものは悲しけれ、神よのことをかけて思えば、源氏もそう思っていた。荒かぎし、波の迷いに住吉の神を馬鹿けて忘れやはする。確かに私は霊幻を見た人だ。という様子も美しい。こちらの派手な参詣ぶりに萎縮して明石の船が何輪の方へ行ってしまったこともこれ光が告げた。その事実を少しも知らずにいたと源氏は心で哀れんでいた。はじめのことも今日のことも住吉の神が二人を愛しての導きに違いないと思われて、手紙を送って、慰めてやりたい。近づいて、帰って悲しませたことであろうと思った。住吉を立ってから、源氏の一行は、海岸の風光を愛しながら、何輪に出た。そこでは払いをすることになっていた。淀川の七瀬に払いの兵が建てられてある堀江のほとりを眺めて、今はた同じ何輪なる、かっこ、身を尽くしても合わんとぞ思う。かっこ閉じる、と我知らず口に出た。車の近くから、これ光が口ずさみを聞いたのか、その用があろうと、例のように懐中に用意していた、柄の短い筆などを、源氏の車の止められた際に提供した。Thank you.
源氏は懐紙に書くのであった。身を尽くし子うる印にここまでも巡り合いける絵には探しな。これ光に渡すと明石へついて行っていた男で入道家のものと心安くなっていたものを使いにして明石の君の船へやった。派手な一行が何輪を通っていくのを見ても女は自身の八甲さばかりが思われて悲しんでいたところへ、ただ少しの消息ではあるが送られてきたことで感激して泣いた。